作業中の小暮さんのところにやってきました、はい、知らない手で聞いてほしいんですけど、はい、ジャンボザキさん含めた全部のプロのクラブを組んでる人、うん、おお、すごい。そう、はい、クラフトというクラフト、はい、クラフトマン、クラフトマン、かつ、はい、かつキャディもやってます。でジャンボさんのキャディもやってますよ、はい、試合行ってそのクラブの状態見てまた帰ってきて挑戦してっていう繰り返し、一人ツアー版ですよ。で来週は原英里香プロのキャディもやられる。行きます、行ってきます、行かせてもらってちょっとっていう結構な人。すごいですね、はい、でやっぱりせっかくなんで何を通じて語り合おうかって言ったらやっぱりじゃあクラフトなんで、はい、純ちゃんのキャディバッグ持ってきた、はいはい、このクラブセットを見て無茶ぶり企画でも、はい、無茶ぶり、あの大体スイング見て、うん、球筋とか見てクラブ診断とかなんですけど、なるほど、そう今日今だって若い子たち打ってるからこのパターンは、はい、このパターンは苦手ではあるか、まず好きなクラブ、好きなクラブ、いいですね、はい、まあ、好きなクラブじゃちょっとアバウトするね、コースでよく使って、あ、とりあえず例えばセカンド困った時にこれ打つみたいな、よく使う一番頻度が多いクラブ、例えば3番、5番、あ、5番使います、5番使う、はい、ユーティリティあまり使わない、あ、これも使います、そうですよね、大体これ距離による、距離によりますけど、この中ではどれが一番好きなのは、うん、これ、うん、これきた、ずっと使ってるんですけど、アキラちゃん、結構適当に打っても来るんですよ。これ何か知ってます、うん、重さ、バランス、バランス系、こんな感じ、こういう、あのちょっと、はい、ちょっと結構使い込んでるじゃないですか、はい、でこういう時は、うん、マジックでビフォーアウトじゃないですけど変わりますかね、全然変わりますよ、見栄えもだって大事じゃないですか、そっか、あんまり気にしない人なんですね、こういうの大事ですよ、確かに、なんかしっかりした感じがします、こういうのもちょっと剥がした方がこれちょっと待って、どういう路線でしょ、何でもいいです、思ったことそのまま言っていただければ、うん、私多分基本がなってないので、だからこういうのも剥がし方教えてくれる、ドライヤーで、はい、ありがてこう温めて、へなんかスペック分かんなくなっちゃうなみたいな、何も分かんないいや、書いてあった小暮的にはね、全部綺麗にしてほしいってこと、そう、いつもだから練習終わったら磨いてほしいし、まあ、ちょっと今アイアン、はい、なんだろう、R11 そのまま使ってるんですけど、はい、いいじゃないですか、なんかもうちょっと打ちやすく したいなっていう、うわー、すごいアバウト振らなきゃいけないし、振りすぎてもダメだしみたいな感じがするんですよね、うん、軽くは感じます、いや、軽くは感じない、軽くは感じない、うん、別にレギュラーだし、65でしょ、うん、スイング見る派だからそれももう大元になっちゃうんですよ、なんかなっていう、ほんとね、まずね、これ男物クラブだ、ウェッジ、ウェッジはすごい振りやすいんですよ、これだから S200 って男も重いですよ、そうです、男子かでもそのウェッジはめっちゃ振りやすいです、本当にだって重いの方がいいんじゃないの、そしたら全部、でもこっち重くしちゃったら振れないと思う、そうなんですよ、夏はスチールのやつもう一個あったんで、あるんで、はい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 、そっち使ってたんですけど、ギリギリです、2日連続やると背中痛くなっちゃうから、これでもね、だってピッチングが395なのに、もう大体 10g 刻みなんですよ、まあ、約っていうか、あの表を見れば分かると思うんですけど、約大体でも70g、これそのめっちゃ打ちやすいんですよ、重さの打つタイプだ、これ結構トリッキーですよ、トリッキーきました、結構トリッキーですよ、これトリッキーポイントあります、これで何ヤード打ちます、52、70ぐらい、70ぐらい、だから3度だとやっぱ それ以下ってことです、アプローチってことですよね、そうです、じゃあピッチングは80ヤードから100、はあはあはあ、これで大体適当に、これが結構使う頻度が高い、ね、ああそうですね、80から100残ったら全部それで打ちます、ちょっと重くしましょうか、はい、体
軽くて逆にクラブ感じないのかな、うん、でこれ鉛とりあえず手元に貼るんで、はい、ちょっと重さ出すっていう感覚的な感じですけど、で嫌だったら剥がしてください。はい、分かりました。すぐ剥がせるんですか。すぐ剥がせるんです、はい、手元なんだ。手元お守りってやつだね。ちょいちょいなんかさ入ってこないでよなんか。失礼しました。はい、あでもあんま締め立たないでしょ。うん、うん、いい。例えばこう持った感じと、まあこうちょっと全然違うんですよね。重さ感じる。重さ感じるんですよ手元。本当だ。好きかも。好きかも。結構グッとくる。早い。あ、わかる。なんかどこにあるか。そう、だから結構この手元の割ってクラブが変わりますよね、感触。確かに。このウェッジの重さからすると、このアイアンの、はい、なんか物足りない感に対して近づけていったってことですか。ちょっとこう、まあ、お化粧指摘ですけどね。ドライバーどうですか。なんかドライバーはすごい柔らかく感じる。こっちのクラブと比べたら。あ、そういう、うん、シャフト柔らかいですよね、すごい。ドライバーは力抜いて打ってます。ああ、そういう作戦だ、はい、ワーンと、うん、なんとなくこう、ワーンってやってウッドはグッドはガッツリ打ってしっかり振ってます。しっかりしないとトップしたりしちゃうんで、うんうん、ウッドはガッてやってバーンって打ってます。あ、なんかその表現なんか似てるんですよ。完成派だね、完成、完成。俺このウッドの感じだったらちょっと鉛貼りたいです。貼ってください。貼ってみます。うん、ゴルフってあのどんどんレベルアップするスポーツじゃないですか、うん、やればやるほど上手くなる、うんうん、からスペックもハイスペックにしてってもいいと思う。で、ある程度までハイスペックにして、例えば僕の話ですけど、だんだんその筋肉もなくなってきてハードが触れなくなってきたらまた戻せばいいし、っていう。だから僕は今優しめを使ってますけど、これどちらかというとどんどん溜まれます。ストレートからこういうちょっとドローめ、逆にリーダー、うん、で自分で鉛を持っといて、これ面白いですか。それで打ってて、あ、ダメだと剥がすじゃないですか、うん、で、あ、物足りないと思ったらまた貼ればいい。気持ちいい。これで全体で何グラムくらいになるんですか。5、6グラムです。でもあまりなんかそんな感じな、そんなには感じないと思います。気持ちなんで、はい、ただバランス測ったらちょっと異常に軽いっていう、こっちと比べたら、こっちと比べると、うん、軽いですよね。すごい軽い。だからウッドが調子よくて、うん、ティーショットでちょっとこう飛ばしてやろうとか、うん、ちょっと鼻息荒くなっちゃった時にトップしちゃったりとか、うん、チョロじゃないですけど、いつももうドライバーだから、ドライバーだけは軽く振るっていう、うん、だから軽くなんで振らなきゃいけないかじゃないですか。ああ、本当のドライバーって飛ばすものじゃないですか、うん、ピンを狙わないクラブ唯一の、うん、だからその後のウッドが結構しんどかったりします。実は軽く打った後に、うん、振らなきゃいけないから、ちょっとスイング変えるというか。そしたらだから本来だったらこっちの風にゴルフしたいんでしたら、こっちをウッドを柔らかくしなきゃいけない。すごいいいパターンですけど。もう多分合わないんですよね。え？聞いてないの？聞いてないの？聞いてないです。僕は使いたいぐらいですよ。これ。どう見せします？打てない。打てない。引けない。引っかけはしないですか？引っかかるかもしれない。あ、じゃあちょっとパターをここで打ってください。震える。やっとスイングが出た。やっとスイングが出た。はい、悪くないですか。いいですか。え、なんでどっちの手で打ってますか。右手で打ってます。右手で。じゃあ左手はどのくらい。あんま握ってない。握ってない、はい、悪くないですよ。あと思いっきりだけですよ、打てないってこと。気持ちいい。あとやるとしたらちょっとひねる。ひねる。あ、こうやってやってる。シャフト。じゃあ僕がクラブを。あ、ここを。ネック。でもずっとこれでやってるから。いや、これまだ最近。最近？最近っていうか3、4ヶ月ぐらいです。多分。3、4ヶ月。ひねる。ネックってこれ鉄じゃないですか。はい。鉄って曲がるんですよ。激しい。だからずっと長く使ってたらあんまこういうことしないですよ。癖があるじゃないですか、うんうん、
いや、そんなこだわってとかじゃないんで、大丈夫。ちょっと行ってみて。お、来た。え、まっすぐに見える。え、まっすぐに見えます。構えた時に。ほら、ちょっと待って。本当ですか？本当本当本当。じゃあこれがプロのクラフト。あった、これ打てるかどうかですね。そう。スクエアにはなんか構えやすくなった。あとは練習ですね。はい。でも構えた時に。なんかフェイスがこう、そう、向きをちょっとこう向きが分かんなかったんですよ、はいはい、で、もうこの十字で、はい、あ、十字見てたんですか。だからもうそうじゃないと打てなくて、すごいこうしっくりこなくて、いつもこうやってパッてやったら、あ、まっすぐ、だから全部がそうシャフトとこの平行感覚が合うでしょ、うん、まっすぐなったなっていう。あとは確かに練習、なんか自信持ってまっすぐ打てる。じゃあこう曲がってたんですか。逆にこっち向く、こうだった、こうなってた、そう、シャフトの入りだからこうなってたんだ。そう打ってたと。そうそうそう、それでいつもバッテンを、そうこのバッテンをなんかこう合わせてた。最近は入らないから、ヤバリとか貼りたいんですけど、せっかくこうデザインあるからデザインがあるから本当貼りたいです。ヤバリなんかね、揺れちゃうんですよねだから軽いんですよ。入りますな、まだ。うん、貼ろう。軽いと揺れるんですよ。そう、まあ違う、待って、揺れるっていう、揺れやすい、うん、いつもなんか、うん、軽いです。もにもにもじもじしちゃうんですよ、打つ前に。僕もこの軽さはちょっとな。なるほどね。全部もう、貼っちゃう。貼っちゃう。うん、T キャメロンに盗まれない。キャメロンに貼っちゃった盗まれない。盗まれない。ヘッドカバーで、ヘッドカバー変えとけば結構ガツいっちゃいますよ、はい、中途半端だと分かんないから。ああ、揺れない。なんか指導がですか。まっすぐ引かないと嫌なタイプ。そうそう、ちょっと。なんかね、構えた時にもう揺れちゃうんですよ。初めから。そう。もう一個来たよ。音が変わった気がしますよ、うんうん。なんか打ててる気がする。おお。うん。そう。良さそう。試しに。で、なんかおかしいと思ったら剥がします。剥がします。いっぱい貼りました、パターにも。なんかもうこれ、でもこれだけですごい変わるから、はい、なんだろう、クラブ買いに行ったりとかしなくてもいいし、うん、そうですね、なんかすごいいいですよね。そうそうそう、だからダメなクラブってないんで、うん、おかしいと思ったら、うん、ちょっとこうカスタマイズっていう、うんうんうん、っていうのもありますよって言ってるんですけど、うん、僕はいいですね。例えばショップの工房さん持ってるところとか、はい、あとクラフトマンさんに相談、はい、うん、で僕はだからジャンボさんに全部教わってるから。あ、そうなんですか。はい、ジャンボさんに教わってる感じのクラフトになるっていう言い方。そのマニュアルはそのどっかのなんか メーカーとかで言って教わってはいないません。皆さんも皆さんもやってみてください。ちょっと軽いなと思ったら貼ればいいし、はい、その貼り方も人それぞれで。これですよね、鉛って。あ、僕、あ、このジャンボテータこの 3M っていう、これ 3M の、はい、これどこホームセンターかどこで売ってるんですか。インターネットで買ってます。5000円とか。いや、1万円以上します。あ、そうなんだ。これでもこのロールって、このロールって使い切らないと思いますから。生きてて使い切れない、はい、プロ用ですよね、はい、普通のショップで売ってるの。ありますよね、1000円で売ってます。そうそう、何百円とかで、うん、で、そうそう、で、おすすめは薄いのがいいです。薄いやつ、ペラペラを何枚も重ねる。で、重いやつもあるんですが、重いやつって剥がれやすいです。うん、はい、だからこういう、そうなんですよ、楽しいんですよ、クラブ石。楽しい。じゃあありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。